田臥町の火葬場が新しくなったということでやってきました。旧施設の方に。しかしすでに解体されていました。仏像があり、かろうじて火葬場跡地らしさが残っていました。町営火葬場というだけあって、ある程度の大きさの施設を確認できました。煙突がそびえているのも分かりますね。新しい火葬場の近く、別府にもかつて火葬場がありました。国土地理院の写真で確認できます。かなり小規模なものだったようです。お坊にも火葬場がありました。これも写真で確認できます。今は団地の近くの墓地になっています。大葉野にも火葬場がありました。あちこちにあったのが確認できましたね。私はこれを勝手に田臥の火葬場システムと名付けました。一般的に言う田臥システムとは別の意味があるようです。ググって調べてみてください。